中村はじめでございますこれから仏教の経典の中で最も古いものと学者が考えております「すったにパータ」という経典について申し上げることにいたします。「すった」と申しますのは「経という言葉の言語パーリ語でいうのです。 サンスクリット語ではスートラと申します。それがなまってスったとなったんですね。縦糸という意味です。中国の聖天も慶書と申しますでしょ。縦糸という字が使われておりますね。で、すったという言葉を慶、まあ、語音で読みますと経となりますが、その経という漢字で 訳したのですニパータと申しますのは集まり修正という意味ですですから非常に古く作られ伝えられた短い経典を集めたものがスッタニパータなのであります仏教の経典と申しますのは 仏教の快祖でありますゴータマブッダ、シャクソン、まあ、俗に申しますお釈迦様が大体いい時に応じて機械に触れて誰かに説いた事柄をお弟子たちがずっと聞き伝えていましてそして後の人がそれを短くまとめた。 それが仏教の開祖ゴータマブッダシャクソンには仏教という特別の宗教を説くという意識はございませんでした彼にあっては特別に仏教という特殊な宗教を説くつもりはなかったのですただ本当の人間として生きる 真実のの姿を目指していたのです人間はどのように生きたらいいか人間の生きる真実の道を求めたのでありますそれをお聞いて当時の人々が心に打たれたのでありますその教えが後に伝えられて今日に至ったわけでありますが 今伝えられております若干の文句あるいは若干の詩の文句というものはおそらくゴータマブッダ自身に由来するのではないかと思われるのであります、まあ、非常に古い詩とかあるいは古い定型句には特別の仏教用語というものは現れていないのです、まあ、今日、うん 仏教の言葉としていろいろ難しい術語が伝えられておりますがそういうものがスタンパータには出てこないんですね。でことにシャクソン自身あるいはお弟子たちは詩を作るのを楽しんだなと思うんです。インド人は詩を作るのを楽しむまた詩を聴くのを楽しむ。 そういう民族であります今日でもインドでは死の会というものが盛んに開かれているのですちょうど我が国で和歌や俳句を好まれる方がしばしば会を催されますようにインドでもですね死の会というものが始終 開かれましてそれを浪吟いたしますそのコンテストも行われておりますことに面白いのはですね詩の文句のしりとり合戦というのがなされているんです <laughs> そのわけはですねある人が一つの詩を唱えますそうするとその詩の最後の文句ですね 例えば「さ、えー」という音で終わったとしますそうすると次の人がですね「さ」で始まる何か詩の文句をパッとこう唱えるわけですねでその文句がまあ次に仮に「な」で終わったとしますよそうすると今度は次の人が「な」で始まる詩の文句を伝える。で 次々と唱えまして、まあ、止めどないんですね。で両方に分かれてその合戦をすることもございます。まあインド独特の習わしですがそれぐらい詩というものを愛好していた。だからおそらく釈尊やそのお弟子たちも詩を作ったでしょうしでそれを浪吟することを。 昔の人々は好んでいたのですねでスッタニパータでもそうですが他の仏典もですね割合に繰り返しが多いのですなぜかと申しますとこれはやっぱりその同じような文句を少しずつ変えてで繰り返して唱える。 その繰り返しを楽しんでいたんですねでそれが現在は文字に書き写されるようになりましたからだから現在の人が読んでみると非常に繰り返しが多い昔のインド人はそれを楽しんでいたんだということができるのでありますまあ経典としてはですねこの、 いろいろなものが伝えられておりますが、まあ、その中で「スタニパータ」という書物が一番、まあ、古いものであろうと言われております。そのわけはですね「スッタニパータ」の中の言葉がですね「ベーダ聖典」 ののの言いいい回しにに近いものが非常に多いのです仏教が現れる前にはインドではバラモン教が行われてましてでベーダ聖典をバラモンたちが唱えていましたその語法言葉遣いがあちこちに見られるんですねで個々の言葉もですね割合ベーダの言葉 あるいは当時の諸宗教ののの言葉が見られるのですで当時の諸宗教と申しますといろいろあったのですがことにジャイナ教というのがまあ今日まで残っております。そのジャイナ教の聖典とですね非常に似た表現や言い回しが多い。だから、えー、仏教が独立の大きな宗教として後世に発展するように なる以前の段階を示していると考えられるのですでそのスッタニパータの詩の文句の中には仏教の快祖でありますゴータマブッダの姿が生き生きと出てくるんです広大の仏典になりますと お釈迦様を崇拝するあまりなんか人間離れをした超人的なもう超能力を持った人みたいに好んで描いておりますがしかしスッタニパータでは誠に釈尊の姿が素直に描かれておりますでその教えもですね 決してて無理ななことを教えていないそれを聞いてみると「ああ我々でもそうだな」と納得のいくような解き方なのであります。でありますからそこに現れる釈尊の姿ゴータマ・ブッダの姿というものは歴史的人格として現れているのであります。で 歴史的人格としての釈尊にことにその生き生きとした姿に迫るためには、まあ、最も近道である我々に直に響いてくるそういう書物であります晴天ではありますが晴天というような堅苦しさがないのですねそして歴史的人格としての ゴータマブッダの言葉に最も近い詩の文句がここに集められているのであります原始仏教の聖典として現在残っているものは、まあ、パーリ語の聖典これが一番大きいのですからそれに相当する簡約の経典が 多数伝わっておりましてその漢訳の経典は、えー、アゴン教と呼ばれておりますアゴンというのはサンスクリットやパーリ語でのアーガマの音を移したのでして伝え伝承伝統聖典というような意味です今日でもインドネシアでは宗教のことを アーガンと申しますでパーリ語と申しますのは現在では南方アジアの仏教聖典の言葉でありまして学問のあるお坊さんは、えー、パーリ語を読み書き語ることができるのでありますこれはまあ 当時の俗語の一種でしてそれが後にですねおそらく西の方のインドで一応文法や言葉の形が決まりましてで多くの聖典がパーリ語に移されました翻訳されましたでそれが南の方のシュリランカの島に伝えられ でそこからビルマタイランドカンボジアラオスというような国々に伝えられてそれぞれの国の文字で伝えられております言葉としては同じなんですがそれに使われる文字がそれぞれ違っているというわけですその他にパーリ語の聖典 漢訳のゴン教に相当するもので、えー、昔はサンスクリットで書かれた聖典もあったに違いないのですがそれは今日ではもう失われておりましたところが、えー、今世紀になりまして中央アジアのあのシルクロードですね コータンだとか、トゥルファンだとかそういうようなところの遺跡を発掘しましたところが非常に古い写本ことにブナの木の皮に書きつけられた写本がその破片がですね相当見つかっております西洋の学者ことにドイツの学者が 非常に力を入れましてですね、それを整理して欠、えー、けているところは補いましてである程度読めるような形のものが今日ドイツでたくさん出版刊行されておりますでそのうちのあるものはサンスクリット語から現代の言葉に翻訳されている実情であります。 このようにいろいろな言葉で伝えられていますがじゃあ元はどうであったかと申しますとですねそのお釈迦様歴史的人物としてのゴータマ・ブッダが、えー、話すのに使った言葉はおそらく東部インド語と学者が呼んでいるものあるいはマガダ語とも言われますが。 現在で申しますとまあ元日側の流域辺りになるわけですがその地方の言葉を釈尊は使って説教しておりましたそれが後に今申し上げたようないろいろな言語でまとめられるようになったのであります でこれから申し上げますブッダの言葉つまり、まあ「スッタニパータ」の中ではですね仏教が発展する以前の簡単素朴な一番最初の時期の仏教が示されているのです最も始まりのものを示しているでそこには高大のような繁差な距離は少しも述べられていないのです でシャクソン自身はこのような単純で素直な形で人間が人として歩むべき道を説いたのでありますシャクソンには自ら自分が特殊な仏教という宗教の階層となるなんていう意識はなかったのでありますシャクソンに直にお会いしてその お話を直に聞くようなそういうつもりでこれからスったニッパーたのうちの若干の重要な部分あるいは興味深い部分を一つずつお話しすることにいたしましょうまず最初の第1章ヘビの章について申し上げましょう。 まあこの章の中には蛇のことが盛んに出てくるんですねことに蛇の抜け側蛇が抜け側を捨て去るようにということがよく出てくるんですでこの聖典の最初に蛇のことばかり出てくるっていうのは日本人にとってはどうも異様な感じを受けるでありましょうしかし インドとか南アジアの国々では、どこへ行ってもヘビが多いんですね。タイランドのバンコクには、ヘビだけ集めた動物園がございます。ヘビの園ですね。まあ、日本でもですね、昔はヘビが出ましたですよ。私も子供心に覚えておりますが、私が生まれました島根県の松江市ではですね、 都市の真ん中県庁のすぐ前のうちでしたがその家の下をですね大きな上ばみがニョロニョロッとこう動いていくのを見て怖かったのを覚えていますもう都市の中心にでもヘビが出てきたこの頃はですねもうヘビというものをあまり見かけなくなりましたしかし南アジアではまだその えー、いろいろな形でヘビ、えー、が親しいものですからヘビ、えー、が龍の崇拝という形で、まあ、重要視されておりますしヘビの例えというものはインド人にとってはむしろ親しく感じられたのですねですからヘビの抜け側というのはまあ 馴染みののある例え話だったのですでここには17の詩の修正がございますがまず第1章の一番最初をご紹介いたしましょうその文句はこうなっているんですね「蛇の毒が体の隅々に広がるのを」 薬で制するように怒りが起こったのを制する修行者はこの世とかの世とを共に捨て去ると修行者と私は訳してお伝えいたしましたが原点ではビッグとあります。 これを寛訳仏典では「ビクと音を移しておりまして「比べる」という漢字と「丘という漢字それをまあ持ちで「びく」という音を表しているのですで「びく」のその言葉の意味ですがねえー、乞う人」という意味ですつまり当時の修行者はですね「卓発骨付きによって 生きておりましたそれぞれの家を回って宅発して食物をもらってそれで体を保っていたのですね宅発骨磁器と申しますと「古磁器」という言葉のも、まあ、元になるわけですがしかし南アジアでは宅発する鼻クっていうのは 威張ったもんですよそれぞれの家宅発に回って黙って立っているんですね決して何をくださいなんてことは申しませんただ黙っているそうすると中からまあその家の主婦が出てきてでそのうちで作った一番新しい、うん、ご馳走をですね鉢の中に入れるのです。で うやうやしくお辞儀をして合唱して、そして鉢の中に入れ終わって、だからまた合唱してシリーズをきます。そうするとそれをもらったその修行者の方、お坊さんの方はですね、ありがとうとも何とも言わないでツンと立ってるんですよ。もしつんとして頭をこう後ろへ引くぐらいに見えますですかね。 その時「ありがとう」と言うとですねもう修行者はその食物に執着していることになるせっかく清らかな気持ちで世の人々が下さったその宅発の食物をかえって汚すことになるだから何にも言わないんですね「ありがとう」と言うべきはむしろ 世俗の人たちである。修行者にお坊さんに施しをすることによって差し上げることによって功徳を積むことになるだから「ありがとう」と言うべきはむしろ世俗の人であるというそういう理解があるんですね。でそういう修行者はですねこの世と彼の世とを共に捨て去る この世にいかなる執着をも残さないし何を得たいとか何になりたいってようなことも考えないのみならず死後にいいところへ生まれたいとかそういうことも一切考えないヘビが脱皮して古い皮を捨て去るようなものであるヘビが脱皮しますとですねもう抜け皮っていうものはいらないもんですね そのような気持ちで何も何もとらわれるなというのですまた第十七の四句にはこういうことを言っております「五つの大いを捨ててこれは五つの心の大いを捨てて悩みなく疑惑を超え苦悩の矢を抜き去って 修行者はこの世とかの世を共に捨て去る蛇が脱皮して古い川を捨て去るようなものであると5つの「多い」と申しますのはこれはその,心の多いですね人間の心がどうかするとこう覆われて本当の知恵を失うことがありますね。 その五つの「多い」というのは「貪欲」「怒り」「心の沈むこと」「心のそわそわすること」「疑い」これを捨て去るそして「苦悩の矢」を抜き去られたと申しますが「苦悩の矢」というのは 欲情、つまりあるもの欲しいと思ったり嫌だと思ったりする欲情嫌悪それから名蒙から傲慢悪い見解と、まあ、そのように説明されておりますそういうものがなくなってで修行者はもうこの世とかの世を共に捨て去る蛇が脱皮して古い川を 捨て去ったようなものであるとそのように説いておりますその他この第一章にはいろいろなことが説かれているのですが特に重要なのはこの慈しみを述べた第八節でありますそこには唐の 詩の言葉が述べられておりますでこれは、まあ、非常に重要でありまして南方アジア諸国では何か重要な儀式とか集まりの場合にはよく唱えるのです。で非常に重要な言葉でありますからこれを、うん、一応全部 読んでままず、えー、お伝えいたしましょう。「究極の理想に通じた人がこの平安の境地に達してなすべきことは次の通りである。能力ありなおく正しく言葉優しく柔和で思い上がることのないものであらねばならぬ。 たることを知りわずかの食物で暮らし雑も少なく生活もまた質素で簡素でありもろもろの管管が静まり聡明でたかぶることなくもろもろの人の家でむさぼることがない他の識者の非難を受けるような下劣な行いを 決してしててはならならい一切の生きとし生けるものは幸福であれ安穏であれ安楽であれいかなる生き物生類であっても怯えているものでも強豪なものでもことごとく長いものでも大きなものでも中くらいのものでも短いものでも微細なものでも粗大なものでも 目に見えるものでも見えないものでも遠くに住むものでも近くに住むものでもすでに生まれたものでもこれから生まれようとするものでも一切の生きとし生けるものは幸せであれ何人も他人を欺いてはならないたとえどこにあっても他人を軽んじてはならない 悩まそうとして怒りの思いを抱いて互いに他人に苦痛を与えることを望んではならないあたかも母がが一人ご命を懸けても守るようにそのように一切の生きとし生ける者どもに対しても無料の慈しみの心を起こすべし。 また全世界に対して無料の慈しみの心を起こすべし上に下にまた横に生涯なく恨みなく敵意なき慈しみを行うべし立ちつつも歩みつつも座しつつも伏しつつも眠らないでいる限りは この慈しみの心遣いをしっかりと保てこの世ではこの状態を「崇高な境地」と呼ぶ「諸々のろの横島な見解にとらわれず戒めを保ち見る働きを備えてもろもろの欲望に関するむさぼりを除いた人は決して再び母体に宿ることがないであろうと」 誠にいい言葉が述べられておりますですね。でこの一節は「慈しみ」という題になっておりますが元の言葉で申しますと「滅多」というんです。真実の友情を意味する言葉であります。哀れみを説いておりますが。 哀れみはこれはカルナーと申しまして漢訳仏典では「火と訳しますメッターが「地」カルナーが「火と訳されますでカルナーは「悲しむ」という字を当てるんですが共に悲しむことでありますからつまり哀れむという心になるのですね でやがて、えー、仏教ではこの人の願わしい信境として慈悲を含めて「死無良心」ということを説くようになりました四つの無良、量のない限りのないもう限定することのない心という意味ですそれはまず第一に慈「自」 慈しみですね「慈しみ」「自」と申しますのは一切の生きとし生ける者どもは安楽であれかしと念ずるそういうような仕方によって生きとし生ける者に利益利悪と安楽とをもたらすことを願うことであります。 次の日というのは哀れみでありまして「ああ一切の生きとし生ける者どもがこの苦しみから逃れますように」と念ずるというような仕方によって生きとし生ける者から不利益や苦しみを取り除こうと願うことであります。 慈悲、それから今度は「喜」ですね「喜び」です。生き物どもは実に喜んでいる。彼らは見事によく喜んでいるとそう心に思うというような仕方によって生きとし生ける者が利益と安楽から離れないように願うことであります。 つまり共に喜ぶことですね。第四に「者」と申します。これは心の平静ということであります。何事も自分の業によって表されるものであると。そう思って、暗く、快と不快に煩わされないで。 心が平静となり、落ち着くことであります。自・非・気・者、この四つが、死無両親として、願わしい心の心境を、示すものとして、たっばれております。まあこの慈しみの説には、いろいろ、いいことが教えられてるんですが、まあ、そのうちの一つとしてですね、第 144の詩をもう一度読んでお伝えいたしましょう。たることを知り、わずかの食物で暮らし、雑務少なく、生活もまた簡素であり、もろもろのカンカンが静まり、聡明で高ぶることなく、もろもろの人のい 家で貪ることがないまあこの心構えというものは現代の文明においては特に重要なことではないかと思います。たることを知るわずかなもので満足するたるを知るということを漢字では知足と書きますですね満足していることです。 サンスクリット語でサントシティと申しますがそれを知足と訳しておりますまあ仏教の漢訳仏典には、えー、知足という言葉がよく出てくるんですがそのように訳したのはおそらく中国の古典であります老子の理想に 一致するものがあったからでありましょう老子の第三十三章に述べております自らに勝つ者は強し樽を知る者は止めり老子はそう言っておりますがこの理想が日本に受け入れられまして で自分の持ち分に満足し休んじて欲張らないということが日本でも古来理想とされてまいりましたけど知足の理想というものは普遍的なものでありましてこれはまさに西洋でもストアの鉄人の目指す人生の理想でもありました例えば、 ストアの鉄人として有名なエピクテトスは満足という一章で次のように言っておりますエピクテトスはことに、えー、日本では明治時代の仏教の思想家でありました清沢満氏が深く傾倒しておりましたので で仏教の理想にも通ずるということがはっきり知られるのであります。でエビクテトスは「満足」ということにつきまして次のように言っております。少し長いですが全文をご紹介いたしましょう。 君は苦労ももしし、しなないいい。また満足もしていないそしてもし君が一りぼっちならば君は孤独だと言うしまたもし人々と一緒ならば君は彼らを語り屋だとか泥棒だとか言うまた君自身の両親や子供たちや兄弟たちや隣人たちをも非難するのである。 だが君はただ一人いる時にはそれを平和とか自由とか呼び自分を神的なもの神様らしいものに似ていると思うべきであったしまた多くの人々と一緒の時には俗習とか喧騒とか不愉快とか呼ばないでお祭りとか集会とか行ってそしてそのようにして すべてを満足して受けるべきであったのだそうするとそういうふうに受け取らぬ人々にはどういう罰があるか彼らが持ってるようなそういう気持ちにあることがそれだある人は一人でいることに不満だって彼は孤独であるがいいある人は両親に不満だって その人は悪い息子として悲しんでいるがいい。ある人は子供に不満だって。その人は悪い父親でいるがいい。彼を牢獄に入れるがいい。どんな牢獄にか彼が今いるところがそれだよ。というのは彼は嫌々ながらいるからだ。人が嫌々ながらいるところは、 彼にとっては牢獄である。ちょうどソクラテスが喜んでいたために牢獄にいなかったようにそれで私の足がびっこになったのです。えつまらんことを言うね君は。すると君はちっぽけな一本の足のために宇宙に対して不平なのか それを全体のために君は捧げないのだろうか君は退かないだろうか君はその授けてくれたものに喜んで従わないのだろうか君はゼウスの神によって配置されたもの、つまりゼウスが彼のところにいて君の誕生を紡ぎ出した運命の女神と一緒に。 定めたり秩序づけたりしたものに対して不平で不満なのだろうか君は全体に比べればどれほど小さい部分であるかを知らないのかだがこれは肉体の点においてだというのは少なくとも理性の点では神々に何らおとりもしなければ より小さくもないからである。なぜなら理性の大きさは長さや高さによってではなくその考えによって判定されるからだとエピクテイトスの「人生談義」に出ております。 考えてみれば、樽を知ること、すなわち自分の持ち分に満足して喜びを見いだすということは誰にでも可能な幸せへの道であると言えましょう原始仏教老士ストアの鉄人たちによって古代のほぼ同じ時代に説かれたということは誠に興味深いのでありますそこで144の詩の文句をもう一度 えー、読んでみましょう。たることを知りわずかの食物で暮らし雑務少なく生活もまた簡素でありもろもろのカンカンが静まり聡明で高ぶることなくもろもろの人の家でむさぼることもない、まあ、近代文明の生き方というものがどちらかと申しますと自己の欲望を 追求するといいう方向に向にかっていましたそこで自然環境の破壊などということも起きまして今人類はその罰が当たってるんですね。でそういうことを思いますとここに説かれている精神は非常に尊いうもので現在の我々がますます反省すべきことでありましょう。 スタニパータの第二章は、小なる章と名付けられておりますが、つまり小さな身近な章という意味ですね。後に、うん大なる章というのがありますから、まあ、それと対比してこういう名前が付けられているのです。でその最初に、第一節として説かれておりますのは、宝。 と名付けられる説でありまして南方仏教では非常に大切でありますいろいろな機会に唱えられ教えられるのでありますこれをまず読んでお伝えすることにいたしましょう「ここに集まったもろもろの生き物は地上のものでも空中のものでもすべて 歓喜喜せよ、喜べ。そうして心をとどめて我が説くところを聞けそれゆえに全ての生き物よ耳を傾けよ昼夜に昼も夜も供え物を捧げる人類に慈しみを垂れよ それゆえにおざりにせずに彼らを守れこの世また来世におけるいかなる富であろうとも天の世界における優れた宝であろうとも我らの全き人仏様に等しいものは存在しないこの優れた宝は 目覚めた人仏様のうちに損するこの真理によって幸せであれこれらの詩の文句がいずれもこの真理によって幸せであれという言葉でもって終わっております続いて説いておりますが 心を統一したサキヤムにシャクソンは煩悩の消滅消え寄せること利欲欲を離れること不死死なないこと優れたものに到達されたその利法と等しいものは何も存在しないこの優れた宝は利法のうちに損する この真理によって幸せであれと心の安定をたっんでいるんですね最も優れた仏が三段下もうた清らかな心の安定を人々は悟りに向かって間を置かぬ心の安定と呼ぶ。 この「心の安定」と等しいものは他に存在しないこの優れた宝は「理法・断り」の教えのうちに損するこの真理によって幸せであれと「心の安定」と申しますのは元のパーリ語で「サマーディヒ」と申しまして「心を安定し統一することです」 訳の仏典では「サマーデヒを「三枚」とそう翻訳しておりましてねまあ日本の俗語でもですね「何々三枚」ってことをよく申しましょうそれが時にはですね、うん、非常に、えー、崩れた意味に使われることもありまして例えば「刃物三枚」なんていううな言い方もございますがそればっかりに夢中になっていることの意味です。 しかし元の意味はですね心を統一して思うことであります禅情といっても実際には同じであります禅の言語はディアーナでありまして俗語ではジャーナとなるんですがそれを音を移して禅っていうんですね座禅の禅ですだ情っていうのは定まるという字です 精神統一をすると心が定まりますからで禅情というのでありますがそれをたたえているのでありますさらに第4の、うん、今日第4節には「こよなき幸せ」ということが説かれております。 私たちはどのように生きたらいいのでしょうかその生きる生き方を教えてくれるものが仏教でありますがでは仏教は私たちにとって幸福というのはどんなものだろうかということを教えているかどうかと。 いうことを問題にしますとこの「こよなき幸せ」という一節は非常に短いですけれども人生の幸福というのは何かということをまとめて述べているのでありますいわば釈尊の幸福論でありますでその一節を読んで、えー、お伝えいたしましょう最初は3分の 糸口ののがあるのですこう記されております。私が聞いたところによるとある時尊き死・ブッダはサーバッティ氏のジェータリン孤独な人々に職を窮する長者の園におられた。このジェータリンを 訳ではと申しますえ今日「祇園」という地名が日本にもございますでしょ。さらに経典は次のように申します。その時一人の養殖麗しい神が夜半を過ぎた頃ジェータリンをくまなく照らして死のもとに近づいた。 そうして死にに礼をして、た立ったそうしてその神は死にブッダに死をもって呼びかけたというんですね第258詩でありますが「多くの神々と人間とは幸福を望み幸せを思っています」。 最上の幸福をいい。てくださいこの問いに対して釈尊は次々と人間の幸福なるものの具体的な内容を説いて示されるのであります。第259の詩にはこう言っております。もろもろの愚者に親しまないで。もろもろの愚かな者に親しまないで。 もろもろの賢者に親しみ尊敬すべき人々を尊敬することこれがこよなき幸せであるじゃあ愚か者とか賢者っていうのは一体、えー、どういう人なんであるかということが問題になりますが人間の理に気づかない人が愚者愚か者なんでありまして。 断りを知って体得して得し世の中を見ましてもですね金儲けだけはうまくても自分の持っている財産を増やすことに救急として夜も眠られないというような人がまあありますですねそういう人はやはり愚か者であると言わなきゃいけない。 あれは、そういう人はですねいくら頭がよくてもですね賢者とは言えないやっぱり愚か者であると言わねばならんでしょうこれに対してですね知識に乏しく計算や才覚が下手でも心の安住している人しっかりと落ち着いている人は賢者なのであります賢い人である この第259の詩をもう一度読んでお伝えいたします。もろもろの愚者に親しまないでもろもろの賢者に親しみ尊敬すべき人々を尊敬することこれがこよなき幸せである。さらに次の第260の詩ではこのように申します。 適当な場所に住み、あらかじめ苦毒を積んでいて、自らは正しい誓願を起こしていること。これが、こよなき幸せである。その事情を具体的に申し上げますと、昔、その古代インドでは、修行僧は、市外から遠からず近からざるところに住むべきものとされていました。 つまり都市の中心部に住むとどうも雑音に悩まされる心が乱されるまたあまり町から離れているとですねどうも修行僧の生活としては不便であるそこで当時の修行僧は町から遠からず近からずというところで 暮らしていたわけですで。これを現代に当てはめてみますと、まあ、このような生活は困難であるということは考えられます都市の喧騒の中に住まねばならない人々も多いでありましょうしかし自らの主体的な心の持ち方により 喧騒や誘惑はないのと同様になることも可能ですねとらわれない工場で四十機械の運転を耳に聞いているあるいは鉄道のそばで列車の音を聞きつけている人には騒音がそれほど気にならないどの駅の近くにもまあ飲み屋だとかパチンコ屋だとかいろいろありますが それらに近づかなければそんなものはないのとおんなことですね心の持ち方によるのですそして自らは正しい誓願を起こしていることこれをたたえておりますがこれこそ人生に喜びと確信を与えるものであります宝かな近い誓願を立てていれば 挫折に屈することもないし気の見入ることもありません他人からとやかく悪口を言われても誓願を持っている人なら蚊の泣くほどにも気に留めないでありましょういかなる困難も誓願の前には無に等しいと言えるでありましょう次の第261の「一の 詩を読んでみましょう「深い学識あり技術を身につけ身を慎むことをよく学び言葉が見事であることこれがこよなき幸せであると見事な言葉というのは何も縦板に水というようにしゃべりまくることではなくて。 相手を恐れないいいでで思ってててるるここととが自由に口をついて出てくることであります恐れずに言うというこの態度は仏教では常に尊ばれておりましたそして現実に社会人として生きていくためにはただぼんやり暮らしているというのであってはならないのであります常に 新しい知識を得るように心がけ日清月歩の技術を体得し自ら事己を訓練し向上に努めなければなりません進歩を目指すそこで深い学識あり技術と訓練をよく学び受けるということが尊ばれるのであります。 次の第262の詩を読んでみましょう。父母に仕えること、妻子を愛し守ること、仕事に秩序あり混乱せぬこと、これがこよなき幸せである。考えてみますと、家庭の幸福というものは、 最も身近な幸福ですねそれは降って湧いてくる幸福ではなくて育て育むことによって現れてくるものであります誰でもその気になれば幸福が得られるはずなのでありますだからそれに並んで仕事に秩序あり混乱せぬことと。 いうことが言われておりますがこれは職業人にとって本質的なことであります生活の軸であり生きる糧でもある仕事を毎日狂いなく行うことが大切であります生きがいを手にするためには書くことができない機械文明の進んだ現代においてはこの教えの必要性が通説に 感じられるのであります仕事の秩序ということこれが一つクルートですね現代社会においてはまとんでもない混乱と間違いが起こってまいりますだから何でもないことのようですけれども本当にこれは心がけるべきことでありましょうもう一度う読んでお伝えいたします父母に仕えること 祭祀を愛し守ること仕事に秩序あり混乱せぬことこれがこよなき幸せである次の第263の詩を読んでみます「生を施し与えること人に物を与えること」とから理法「立法断りにかなった行いと」と 親族を愛し守ることと非難を受けない行為これがこよなき幸せであるというのでありますね。「せよ」「施し与える」っていうのはですねまあ今日の言葉で言えば贈与と言い換えてもいいかもしれません。人に物を与える。 それは物質的なものであってもいいし精神的無形のものであっても構いませんが他の人々に何者かを与えて奉仕することによって人々を助けることができるのであります。自分のものだといって握りしめているのではなくて他人に何かを与えるところに人生の深い喜びがあるのではないでしょうか。 この短い一節は人生の幸福とは何かということをまとめて述べておりますいわば釈尊の幸福論であるとそう言えるでありましょうですからもう一度繰り返して読むことにいたします「もろもろの愚者に親しまないでもろもろの賢者に親しみ 尊敬すべき人々を尊敬することこれがこよなき幸せである適当な場所に住みあらかじめ功徳を積んでいて自らは正しい請願を起こしていることこれがこよなき幸せである深い学識あり技術を身につけ身を慎むことをよく学び 言葉が見事であることこれがこよなき幸せである父母に仕えること妻子を愛し守ること仕事に秩序あり混乱せぬことこれがこよなき幸せであるせよ施し与えることと利法にかなった行いと親族を愛し守ることと 非難を受けない行為、これがこよなき幸せである次に出てきますスタニパータの第三章は大いなる章と名付けられておりますがこれはこの章が比較的大きいのですねそして学者の検討するところによりますと 従前に検討した諸々の章よりも少し古いであろうとそう言われているのであります。でこの中にはいろいろとこの人間についての反省が説かれておりまして抽象的な思想も述べられているのでありますが。 しかしそればかりでもございませんでその中の第十一教であります「奈良か」というのは仏殿を思わせるようななかなか鮮やかな興味深い場面を我々に示してくれるのでございます大体「な、まあらか」だいたいという修行者が 自分のおじさんの明日仙人に教えられて釈尊を訪ねていろいろな教えを受けたということが主題になっているのですがそれに序文がついているんですねその序文がなかなか面白いのですまるでこの絵を見ているようだと申しますかいや情景が非常にこのカラフルでありましてねむしろ 今日の動きの多い、えー、テレビジョンの場面を見てるような、えー、記載もするのでございます。まず「あした千人」という人が、あのー、神々が非常に喜んで踊り舞っているその姿を 日中の休息の時に見たというんです。日中の休息と申しますのはインドばかりじゃなくてヨーロッパでも、えー、正午過ぎの休憩を取るという習俗がございますがインドは暑い国ですからねだから、えー、正午過ぎに。 この休息をするというそういう習俗がございます。うちの中にじっとしてるですね「喜び楽しんでいて清らかな衣をまとう30人の神々の群れと帝釈天とがうやうやしく衣を取って極めて散乱しているのを 戦は日中の休息の時に見たというんですが30人の神々時には33人の神々ということを申しますがこれはベーダ神話においてですねその、えー、主な神々をひとまとめにして言う時の決まり文句であります。 その神々の帝王棟梁が大釈天なのです。大釈天と申しますのはですねリグベーダではインドラと呼ばれている神様です。神々の帝王です。でその名があーシャクラっていうんですがそこでシャクという漢字を当てまして写して。 から神々の帝王であるから一番最初に「帝」という字をつけましてそれで「大釈天」というんですね最後の「天」というのは神というほどの意味ですそれがその30人あるいは33人の神々の群れの頭領であるで大釈天とその30人からの神々が喜び待っていたっていうんですねそして うん、清らかな衣をまとうてうやうやしく衣を取ってで産卵しているどうしてなんだろうと彼ら神々がですね人間のように心喜び踊り上がっているその様子を見てですねで足田仙人が、うん、問いただしたのです。 神々の群れが極めて満越しているのはなぜですか。どうしたわけで彼らは衣を取ってそれを振り回しているのですか。空を飛んでいる神、飛天の絵というのが仏教絵画にございますね。豚光などにも飛天の絵がもうそっくり出ておりますが。これは珍しいことだ。 この神々はアシュラの群れと戦うんですね。で最後には神々が勝つんです。アシュラが負けるのです。けれどもそんな時でもですね身の毛の奮い立つほどの喜ぶことはございませんでした。先人はこう言うんです。どうしてですか 身の毛もよだつという言葉が英語でございますね。インドでも非常に怖い時とそれから非常に喜んだ時にはもう身の毛がよだつと言われているんです。これは大変なことが起きたに違いない。彼ら神々がですね叫び歌い楽器を奏で手を打ち踊っています。 シュミの頂に住まわれるあなた方はどうなさったんですか私はお尋ねしますこの世界の真ん中にシュミという高い山があるんですねお寺のシュミなんていうのはまあそこから来てるんですがそこには神々がその頂に住んでいるんですだから 清水の頂にに住ままれる神様方にお尋ねいたしますどうしてお喜びになってるんですかそうすると神々が答えて申しました「無比の見事な宝であるかのボーディ・サッドバが生まれたものだ」「ボーディ・サッタ」と申しますのは「菩薩と」と、まあえー、漢字を当てますがこれは未来の仏様です。 将来仏となる人をあの元はボーディ去ったと言ったんです。で後に「完全お菩薩」とか何とかいう具合に故障が使われることはございますがそれは後世のことでありまして仏教の最初はですね悟りを得るはずの蚊だとつまり悟りを得る前の、えー、ブッダそれをボーディ去ったと。 ボサスと呼んでいたのです。でその方がですね諸人の利益安楽のためにあるいは仏典の読み方ですれば諸人の利益安楽のために人間世界に生まれたもうたのですと。釈迦族の村にルンビニーの呪楽に。だから我らは嬉しくなって非常に喜んでいるのです。 この方は、つまりお釈迦様はですね、まだ子供だったわけですがこの生まれたお釈迦様は生きとし生ける者の,の最上の者最高の人大牛のような人この方がですねやがて千人の集まるところという名の林でベナレスの郊外の鹿の園のことを言ってるんですねそして輪を回転するで ありましょうと和というのはですねこれはその仏法のシンボルですだから法輪というんですがねで法輪をこう回すまあ和は元は武器だったというんですが時にはその、えー、車の輪を連想いたしますそれを回すでそれがその 同時に、えー、説法のことを言うわけです。で例えて言うと武木獅子が百獣に打ち勝って吠えるようにきっと教えを説いてくださるに違いありません。神々がそう言ったって言うんですね。そこで千人は神々のその声を聞いてですね。で降りてきました。そして 釈迦族の王の寸銅棚王の宮殿に近づいてそして釈迦族の人々に申しました王子様はどこにいますか私もまた会いたいそこで釈迦族の人々はその子を明日というその仙人に見せましたその子供の顔は巧みな優れた えー、金光黄金作りがですね鍛えて黄金を作ってきらめくそのきらめきのような幸福に光り輝いておられましたいろいろ、ね、例えて言っております「火炎のように光り輝き空よく星の尾月のように清らかで雲を離れて照る」 秋の太陽のように輝くその子を見て歓喜を生じ喜んで高まる喜びでワクワクした。で神々は多くの骨のある線の丸い輪のある山外、傘を空中にかざした。これは騎人を守るために上にかざすのですね。 からまた、黄金の絵のついたホスで身体を上下にあいだって言うんですねホスっていうのはあのお寺さんが儀式の時に使われましょうあれはもとはですね虫を追い払うための道具だったわけですねそれでそのこうあいだしかしホスや山外を手に取っている者どもは見えなかった そこでこの仙人はこの嬉しくなってですねその子を抱きかかえたとその子は頭の上に白い傘をかざされてもう白い色の毛布の中にいて黄金の飾りのようであったで彼はもう歓喜して声を上げましたこれは無情の方です 人間のうちの最上の人ですとところが千人はどうしたことかやがて泣き出したんですねどうしてあなたは泣くんですかそうすると千人は答えました私は何もこの生まれたばかりの王子様に不吉の僧があるのを思ってるんじゃありません彼に触りはないでしょうしかし この方がやがて悟り得られて、えー、教えを説かれる時に私は聞くことができませんこの世における私の寿命は行くばくもありませんこの方が悟りを開かれる前に中途で私は死んでしまうでしょうそれを悩み悲嘆し苦しんでいるのですそこでその聖者はですね でも自分の老いであるなあらかに今にこの,この方が仏様になられて教えを説かれるはずだだからそれを、えー、聞きに行ってくれとそう申しましたそこでながらかはブッダの現れるのを対望をしつつじっと身を慎んで暮らしておりましたそしてやがて仏様が教えを説かれるようになったということを聞いて そこに赴いてでうん本当の聖者の教師というものを訪ねたとそういう筋書きになっておりますこれからご説明いたしますのは「スタニパータの第三章大いなる章の第8節や」矢と名付けられている一節でございます我々の 煩悩に苦しめられている姿それを矢が刺さったことに例えているのでありますで以下の一節におきましては謹慎がなくなった悲しみにうちひしがれるなという教えを述べているのであります ある財族信者が子を失って悲嘆のあまり7日間食べ物を取らなかったのをシャクソンが同情して彼の家に赴いて彼の悲しみを除くためにこの教えを説いたとパーリ文の仲介書にはそのように説明されております。 この世における人々の命は定まった姿なくどれだけ生きられるかわからない痛ましく短くて苦悩を伴っているあとどれだけ生きられるかわからないというのはこれは真相をついておりますね若い人でさえも不運に襲われることがございます 生まれた者どもは死を逃れる道がない老いに達しては死ぬ実に生ある者どもの定めはこの通りである熟した果実は早く落ちるそれと同じく生まれた人々は死なねばならぬ彼らには常に死の恐れがある 例えば陶工の作った土の器がついには全て破壊されてしまうように人々の命もまたその通りである人間の心身といえども結局作られたものなんですね諸々の因縁主事の原因条件が集まって作ったものですで作られたものであれば また、壊れるる。時がある若い人も壮年の人も愚者も賢者もすべて死に屈服してしまうすべてのものは必ず死に至る彼らは死に捕らえられてあの世に去ってゆくが父もその子を救わず親族もその親族を救わない。 本当に愛する親族が亡くなる自分が変わってやりたいなと思ってもどうにもなりませんですね親族といえども近親の死を救うことはできない身を見守っている親族がとめどなく悲嘆に暮れているのに人は図書に惹かれる牛のように一人ずつ連れ去られる 人間の悲惨な運命をついておりますですねこのように世間の人々は死と老いとによって損なわれるそれゆえに賢者は世の成り行きを知って悲しまない汝事は来た人の道を知らずまた去った人の道を知らない 何時は生と死の両極を見極めないでいたずらに泣き悲しむ我々はどこから生まれ出てきたのかまた死んでどこへ行くのかこれは分かりませんですねただ言葉に言い表されない不可思議なるものが元にありまたこの先にもあるというわけです 名望にとらわれ事故を損なっている人がもしも泣き悲しんで何らかの利を得ることがあるならば賢者もそうするがよかろう泣き悲しんでは心の安らぎは得られないただ彼にはますます苦しみが生じ身体がやつれるだけである 自ら己を損ないながら身は痩せて醜くなるそうしたからとて死んだ人々はどうにもならない嘆き悲しむのは無益である嘆き悲しんだからといって亡くなった人がまたこの世に戻ってきてるわけではない人が悲しむのをやめないならばますます苦悩を受けることになる 亡くなった人のことを嘆くならば悲しみにとらわれてしまったのだ。見よ他の生きている人々はまた自分の作った業に従って死んでゆく。彼ら末ある者どもは死に捕らえられてこの世で震えおののいている。人々がいろいろと考えてみても結果は意図とは異なったものとなる。 破れて消え去るのはこの通りである世の成りゆく様を見ようなかなか思った通りにならないで人が消えていくということは実際に見られることですねたとえ人が100年生きようともあるいはそれ以上生きようともついには親族の人々から離れて この世の世生命を捨てるに至る「別のところでも言われておりますがああ短いかな人の生命よ100歳に達せずして死すたとえ100歳を超えるともまた病のために死すと」と仏典では説かれております。 そこで心構えが説かれております。だから尊敬さるべき人、ブッダの教えを聞いて、人が死んで亡くなったのを見ては、彼はもう私の力の及ばぬものなのだ、と悟って嘆き悲しみをされ、例えば家に火がついているのを水で消し止めるように。 そのように知恵ある聡明な賢者立派な人は悲しみが起こったのを速やかに滅ぼしてしまいなさい例えば風が綿を吹き払うように家に火がついているその中に我々は住んでいるようなものだ仏典ではですね「図面を払う」という言葉があるんです 頭に火ががついいてて髪の毛が燃えているその火を消さなきゃいけないところが凡人はその運命に気がつかないでいああもう自分の髪に火がついてるんだとそう思ってそういう気持ちで覚悟を定めてこの世を生きようというんです、まあ、こういう例えが持ち出されました訳は インンド人はターバンを巻いておりますね。これは古い時代からなされてただからどうかするとこう火が移ってですねで髪の毛が焼けてしまうっていうようなことが実際にあるわけなんですその危険を言っているのであります。斧が悲とと哀愁とを除け、 斧が楽しみを求める人は斧が煩悩の矢を抜くべしと我々は煩悩に苦しめられているそれは矢が刺さっているようなもんだ煩悩の矢を抜き去ってこだわることなく心の安らぎを得たならばあらゆる悲しみを超越して悲しみなき者となり安らぎに帰するこの境地が願わしいものであるというのであります。 以上が近親がなくなった人の悲しみをきっかけとして我々の生きる心構えを説いているわけでございます。これからスッタニパータの第4章であります8つの四句の章の高級に移っていくことにいたしましょう。 8つの詩句の章と言われますのはこの章のどの説もですね8つの詩の文句の修正よりなっているんです8つの詩でこう一塊になっているで非常にその古いものです同じスタニパータのうちでもですね特に 古い、うん、特徴の示されているものでありましてでここだけは漢訳仏典もございましてですね義足教というので、まあ、簡訳が伝えられておりますそれは、うん、元の言葉であったかバッガと言うんですがそれをサンスクリットに直す時にですね翻訳する人が別の解釈を行いまして アルタバルギーと、えー、サンスクリットに直してしまったそうすると「ギですね「リと言っても同じことですが義のその足を,を説明している章という,こう全然違った通俗語源解釈をやってしまったんですねけれどスタニパータのうちでこの章だけは漢訳があるのででまあ注目されております。 のみならずこの章の、うん、サンスクリットの原文が中央アジアで見つかっておりますだから元は独立の経典として行われていたものなんですそれが後にこれあのまあ含められたわけですがなかなかいいことが述べられておりましてね そのうち代表としてですね第973の詩の文句を、えー、読んでお伝えいたしましょう「他人から言葉で警告された時には心を落ち着けて感謝せよ」「共に修行する人々に対するすさんだ心を立て良い言葉を発せよ」 その時にふさわしくない言葉を発してはならない人々をそしることを思ってはならぬ一つ一つなかなか眼畜の深い言葉ですね他人から言葉で警告された時には心を落ち着けて感謝せよいい教えですね我々はどうしても自己中心に 考える傾向がございますねだから他の人から全然うん違った意見を述べられたりあるいは、えー、罵られたりするとそうするとこっちはムッとしますですね。けどその前にですねあの人がああいうことを言ってくれたと言って心を落ち着けて。 感謝ですよこれ自分で反省してみるんですねで反省してみてやはり自分の取る道の方が正しいと思えばそこで動揺せずに進むことができます。と同時にこの自分の進む道には非常に障害邪魔が多いということを改めて覚悟することができる。だから他人がこの こちらに好ましくないことを言ったからといって怒ってはならない感謝すべきだってこれはまあ現代のごく進んだ社会においてもやっぱり、えー、ありがたく受け取るべき教えでないでしょうかそれから共に修行する人々に対するすんだ心を立てとまあどこでもですね人間が集まるとですね とかくごたごた起きるもんですねある先輩が言われたのを今思い出します人間の集まるところでは必ず争いがありますよってこうそうおっしゃったそれを思うにつけてもありがたい教えだと思いますそして良い言葉を発せよと言葉のいかによってですね人を傷つけることがありますだからこちらが深い 気持ちもなし悪い気持ちもなかったんだけどふっとですね人を傷つけることがありますですねだから言葉を発する前によく考えて言うと仏教の一つの特目としてまあ広大にまとめられるんですが愛語ということを申します愛のこもった言葉ですね人に対しては 愛のこもった言葉を発せよって愛情があってそこから出てくる言葉であればそれを聞く人は喜びますですね。そういう言葉を発するのにお金は一文もかからないわけでしょ。入場料を取られることもなければ税金を取られることもない。愛の言葉を発する。それだけによって 人間関係が和やかになるんですからその時にふさわしくない言葉を発してはならないこれもやっぱり社会生活の上で必要なことですねその場合場合で発言内容を考えてみる今はふさわしくないと思えばやめておくとこういう心構えはやはり実際生活に必要じゃないでしょうか 人々をそしることを思ってはならぬ。つい自分の気に入らないからといってですね、そしったりしてはならない。そしるってうのはやっぱりその人を傷つけることになりますから、これも心すべきことである。非常に短い詩の文句ですけれども、まことに我々の心すべきことをまとめて、 教えててくだささっいいると思います。さらにこの、まあ、仏典はどちらかというと修行者のための教えが多いのですが修行者ばかりじゃなくてですねもう実際社会を動かすために必要な心構えが説かれております。その原則的な態度としてですね こういう教えが第944の詩に述べられております古いものを喜んではならないまた新しいものに魅惑されてはならない滅びゆくものを悲しんではならない牽引するもの引っ張るものし宗ですねそれにとらわれてはならない すべては移りゆくまあそう言われてみりゃ誰でも分かってることですがそのことの認識に基づいて現実に即した柔軟性に富んだ実践原理が成立するのです人生の指針としてこんな素晴らしいことがまたとあるでしょうか総じて人間の習性でありましょうが 年老いた者は昔を懐かしみ昔あったものを何でも良いものだと思う年老いた人はまあ昔話をするのが好きですね昔はこうだった今の若い者はなんていうことをよく申します反対にですね若い人は何でも新規なものに引き付けられる新しければいい 昔と違ってりゃいい以前と違ってりゃいいと新しいものに引きつけられて古いものを破壊しようとしますでこの2つの傾向は互いに矛盾し構想するわけですこれはいつの時代でも同じことですね で最初期の仏教におけるこのスタニーパータの詩の文句は別に明言しているわけではありませんがおそらくこういうことに言及しているのでありましょう少なくとも現代に生き現在の問題を考えている我々としては非常に響くものがありますでここに述べられているどちらの傾向も偏っていて 一面的でであると言わねばならならいのです。もしも昔のもの古いものをことごとく是認するならばそれじゃあ進歩とか発展はありえないでありましょうまたもしも全て過去のものを否認するならば人間の文化そのものがありえないでありましょうつまり文明というものは 過去かかららののののの人間の努力の蓄積の上に成立すす。るるもでであるからでありますだから新しいというだけで飛びついてはなりませんさらに人間はどうかすると人間の根底に潜む目に見えぬどす黒いものに動かされて衝動的に行動することがあります。 なぜかわからないけどカッとなってやったなんてことがよくあるじゃないですかだがそれは進路を誤り破滅のもととなりますからだから牽引するもの引っ張るもの猛衆にとらわれてはならないとそう説かれてるわけですねでは過去に対してどちらでもない中道を取るのだと言って 両者の中間を取るならば、じゃあそれは単に両者を合して希薄にした足して2で割ったというだけに過ぎないのでありまして力のないものになってしまうのでありましょう。まあ現在我々は非常な転換期に遭遇して生きているわけでありますがその転換期にあたって ある点に関して古いものを残すか、あるいはそれを廃止して新しいものを採用するかという決断に迫られているのでありますがその際にはその決断は一定の原理に従ってなされなければなりませんその原理は何かと申しますと人間のためを図り 人間を好奇ならしめるものでなければなりませんそれを仏典ではサンスクリット語でアルタと呼んでおります漢訳ではそれを訳しまして義とか利とか訳しております、まあ、我が国の言葉で言えばためとでも言い降るでありましょうそれは人のためでありそれが同時に高い意味で我がためになるのであります 人間の拠りりであり人間を人間のあるべき姿に保つものであるという意味で原始仏教ではそれをダルマと呼びました。ダルマは法と訳されますがダルマの元の意味は保つものという意味です。人間として保つものこういう眼畜の深い言葉でありますから。 もう一度読みみ直してみます古いものを喜んではならないまた新しいものに魅惑されてはならない滅びゆくものを悲しんではならない牽引するものにとらわれてはならない次に第四章であります八つの四句の章の第十節 ご紹介いたしましょう。それは死ぬよりも前にという,う題名になっております。死ぬよりも前にというと、何か我々に覚悟を促しているような気がいたしますですね。 あるお弟子がシャクソンに尋ねました。どのようにみ、どのような戒律を保つ人が安らかであると言われるのですか釈尊にお尋ねしますがその最上の人のことを私に説いてください。そうすると釈尊は答えられました。 死ぬよりも前に猛虫を離れ過去にこだわることなく現在においてもくよくよと思い巡らすことがないならば彼は未来に関しても特に思い患うことがない我々はどうかすると過去にこだわることがありますね過去にとらわれるな 現在のこともくよくよと思うな未来をいくら暗示だたからってこれはどうにもならない未来を落ち着いて受け取るべきではないでしょうか思い煩おうなかの聖者は怒らずおののかず 誇らず後で後悔するような悪い行いをなさずよく資料して語りそわそわすることなく言葉を慎むどうかすると我々はカーッとなって怒ることがありますが怒る前にですねまずグッと噛みしめてですね怒りを出さないようにするそうすると怒りも だだんだん薄らいで消えてしまいますね。斧の数何かを恐れてもこれどうにもならない。誇らずこれをそのうん注釈文献ではですね自分が戒律などを守っているからといって特に誇ることはないと言っておりますが。 これはまあ現代の社会におきましてはです、ね、いろんな方面について言えることですね。自分がいい気持ちになって何か誇っているとですねその先に落とし穴が待ち受けているかもしれない常に広く見渡してじっくりと考えてみる必要があるでありましょう後で後悔するような悪い行いをなさず。 れはどなたもご理解くださっていることだとと思いますが、たとえ悪い行いでもなくてもですねふっと何かのことで「ああ、悪かったなしまったな」と思って後悔することがございますですねけれど後悔ということは無意味であるということを、まあ、これは西洋の鉄人ですがスピノーザが言っております後悔というものは二重に不幸である 後悔するよううなこことととをしたということがまず不幸ださらに後になってどうにもならないのに悔やんでいるいこれは二重に不幸になることであると。なるほどそう言われると我々は過去のことを後悔しないでむしろ前向きにですね新しい境地を開拓するように 進むべきでありましょうでよく資料して語りその場その場でいい加減な場当たりでやってはいけないそわそわすることなくあこれも、ね、必要なことですねで、言葉を慎むと未来を願い求めることなく過去を思い出して憂えることもない。 今読んだ前の詩とちょうど同じ種類ですね。だから現在、カンカンで触れる諸々の対象について遠ざかり離れることを感じ諸々の偏見に誘われることがないとつまり対象に引きずられるということなし自分にじっくりと考えてみるということが必要なんですね。で偏見に誘われるな。 偏見というものはそれは必ず周りにありましてこちらもそれに影響されるわけですがその場合にどうしてこういう見解が起きたのかなと思ってじっくり考えてみる必要があるでありましょうさらに次の詩では説いておりますが「貪欲などから遠ざかり偽ることなくむさぼり求めることなく物惜しみせず」。 傲慢にならず嫌われず陰口をこととしないとあまりむさぼるということからですねこの身の破滅が起きる前にも申しましたが自ら樽を知るという境地に安住するならば 悪せくすることはないわけですね利益が自らやってくるんならいいですけれども無理をして稼ごうとするといろいろ具合の悪いことが起きますですね偽ることもなくまあどの宗教でも説くことですが偽るということはやっぱり最も大きな悪の 一つであると言われましょう。だから物をしみせず必要な時にはですねパッとこう支出に踏み切るということも人間の社会においては必要なことでありましょう。だから傲慢にならず傲慢になるということはまあ嫌われる。 原因でありまし、ね、これは事故を知らないということにもなるんですね。その人がなぜ偉くなったか、なぜお金が儲かったかって、それはそれだけの訳があるんですが、周りの人に助けられてそこまで行ったわけでしょところが、俺がやったんだと、俺は誰の助けを向けていないなんていうのはですね、これはやっぱり傲慢です。必ず失敗を招く、元とですね。 だから嫌われずと、これもやっぱり必要なことでしょうね。なかなか難しいことですけれどももうこの時代に修行者がそこまで考えていたということはやっぱり現代の我々としてはなおさら心すべきことでありましょう。それから陰口をこととしない。両舌をこととしない。と。 いうことでありますが、えー、ブッダゴーサーというえらい学者の注釈文今からあ1,700年ぐらい前の人ですがその人はこう言ってるんですね。こっちに向かってはこう言いあちらに向かってはああいうというそういう2つの姿をとることがないというんですね。 病舌を離れる。二枚舌をしてはいかん。また、漢訳では、罹患の言葉と言われておますが、人と人とを割くようなことを言わない。まあいろいろ説いておりますが、平静であって、常によく気をつけていて、世間において、他人と自分と等しいとは思わない。 また自分が優れているとも思わないしまた劣っているとも思わない彼には煩悩の燃え盛ることがないなかなかいい教えですね俺の方が偉いんだと優れているんだと思うとですねそうするとどうもう,うん傲慢になってしまうそうかってああ劣っているなと思ってすっかりもう 住んでしまうのはこれは必要なしに、えー、悩んでいることでやはり無意味なことでありましょう、まあ、こういうようなですね一つ一つ非常にこの貴重な教えが説かれているのです8つずつまとめて説かれている8つの「四苦の章」というのはえー 古くまとめられたものではありますけれどもその一つ一つの詩の文句がまことに我々の身に迫るものがあり教え導いてくれるものでございます今までお話ししてまいりましたようにパーリ語の聖典の中でも一番古い経典と言われておりますスッタニパータは。 えー、5つの章から構成されております第1が蛇の章第2が章なる章第3が大いなる章第4が8つの祝の章、まあ、今までこれらを検討いたしましたがこれらに続いて第5章の悲願に至る道の章 が出てまいりましてこれで、えー、終わっているのでありますで、この悲願に至る道の章というのはスッタニパータの中でも最も古い部分であるということであります、えー、そのおわけは、えー、ここに出てくるこの指示の述語が 非常に古めかしいものでありましてその語法も普通の仏典よりも以前のむしろ米ダに近いものさえも見られるのであります。さらにこの悲願に至る章の中の、えー、若干の詩の文句は他のパーリ語の聖典の中で 神聖なく聖句として引用されておりましてでそれについて解釈され論議されているだから普通の聖典よりもはるか以前のものであるということが言われるのでございますでここには16人のバラモンの学生が 釈尊に教えを請うということになっておりますがその16人が登場する前になぜこれらの人々が釈尊に伺いを立てるようになったかということにつきましてストーリー性を持った面白い話が述べられているのでありまして非常に迫真性を持っておりますから。 これを検討して申し上げることにいたしましょうスッタニパーダの第976詩から始まるのですがベーダに通じた一人のバラモンこれはバーバリという名前の人ですがその人は無償の境地を得ようと願ってやってきまいりました。 無償というのは所有品も道具も何も持たないということです。で既にウッパンシャッド聖典におきましてアートマンを悟った真のバラモンは子孫に対する欲望を捨てる子を持ちたいとは思わない財宝に対する欲望を捨てるまた世間的な 利益名誉というようなものも捨ててしまってで宅発骨付きするものとされておりましたその生活理想がここに受け継がれているのであります何も持たない無所有の境地を体得しようと思ってコウ族の美しい都から南国へ やってきました。コウサラ族の美しい都というのは北の方にありましたサーバッティという国であります。その郊外には有名な祇園商社もあったわけですその大きな美しい都から南国へやってきた 南国というのは今日のデカン高原地方をいうのです。言語を見ますとダッキナーパターとなっておりますがそのダッキナーっていうのは南のという意味ですで。西洋人がその名を聞いてなまってデカンという、まあ、言葉で言葉で 伝えられておりますが、南国というのは、今日のデカン高原地方を言うのです。彼は、アッサカとアラカという、二つの国の中間の地域を流れる、ゴーダーバリー川の岸辺に住んでいました。 今日でもゴーダーバリー側というのが残っておりますで彼は落ち棒を拾い好みを食って暮らしていましたインドの昔の宝典でありますマヌ宝典を見ますとですね自活しえないバラモンが落ち棒を拾うということが称賛されております 落ち拾いの無欲な生活を昔の苦行者を行っていたのですその川岸の近くに一つの豊かな村がありましたそこから得た収益によって彼は大きな祭りを催した注釈によりますと農家の主たちが 王様に提供した収穫を王様が受け取らないでバラモンに受け取らせたということを案に意味しているというのですそこでそれによってバラモンは大規模な釘を行っておりました犠牲を捧げて 神々に穀物などの供物を捧げる儀式ですねそれを行っていたというのですでこのバラモンは大きな祭りを成し終わって自分の伊織に戻りました当時の修行者は伊織に住んでおりました「ッサマというのですが道を 同情と,という意味です。で彼が戻ってきた時に他の一人のバラモンがやってきました。そのバラモンは足を痛め喉が渇き歯は汚れ頭は塵を浴びておそらく旅をしてきたんでしょうね。で彼は暗室の中の中 バーバリーに近づいて500金をこうだというのですそうしますとバーバリーは彼を見て「まあお座りなさい」と言って座席を進めで彼が快適であるかどうか健康であるかどうかを尋ねた「まあ様子はいかがですか」と。 伺いをしたというわけですねそして次のような言葉を述べました私が持っていたせもつ施し物は全て私は施してしまいましたバラモンよどうかお許しください私には500金がないのです 五百金くださいと言われたってあげるわけにいきませんそうするとそのバナモンが怒って申しました「私がこうているのにあなたが施してくださらないならば今から七日の後に第七日目にあなたの頭は七つに裂けてしまえ」。 ウッパンシャッドの中によく出てくるのですが何か例にかなわない好ましくないことをするとそうするとその人の頭がこう粉々に砕けてしまうということが言われておりますがそれに言及しているんですねでそのバラモンは、まあ、偽りを設けて で呪いの作法をして恐ろしいことを告げました彼のその呪いの言葉を聞いてバーバリは苦しみ悩んだのです呪いをなしさそのバラモンの作法について注釈には次のように説明されています牛の糞や森の花草などを取ってきて 牛糞を持って地面に塗ってその上に花をまいて草を広く敷いて水がめの水で左足を洗って七歩進んで足を地面にこすりつけてでこのような偽りを言ったというんですねえー、牛糞というものがインドでは何かこう 神聖なもの宗教的な意味を持っているものとそう考えておりましたので、まあ、その信仰に従っているのであります。で彼のその呪いの言葉を聞いてバーバリは苦しみ悩んだのであります。バーバリは憂いの矢に当てられて。 食べ物も取らないで打ちししおれておりました。もはや心がこのように閉ざされてしまっては心は瞑想を楽しむということもなかったのですでバーバリが恐れおののき苦しみ悩んでいるのを見てでその暗室を守る女神は 暗室なんかにはあの女神がついて守っていると当時の人は考えていたのですでその女神は彼のためを思ってで彼のもとに近づいて次のように語りました彼は頭が裂けて粉々になるなんていうことを言ったけれど実は頭のことを知ってはいません。 彼は財を欲しがっている詐欺者なんです。お金が欲しいだけなんです。頭のことも頭の落ちることも彼は知ってはいないのです。そこでバーバリア問い返しました。ではあなたは知っておられるのでしょう。お尋ねしますが、頭のことも頭の落ちることも私に話してください。我らはあなたのお言葉を聞きたいのです。そうすると、 女神は答えました私だってそれを知っていませんよ。それについての知識は私にはありません。頭のことも頭の落ちることももろもろの御仏がそ備わしておられます。で彼が問い返しました。ではこの地上において頭のことと頭の裂け落ちることと。 誰が知っておられるのですか女神様どうかそれを私に話してください。そうすると女神はゆっくりと話しました昔カピラバストの都から出ていった世界の指導者がおられます。 これはブッダ釈尊のことですね。彼は甘肖王の光栄であり甘肖佐藤ですね。まあそういう名前の、えー、子孫であると。釈家族の子で世を照らす。バラモンよ。彼は実に目覚めた人、ブッダであり。あらゆるものの極地に達し。 一切の人数と力とを得、まあ、人数というのは超自然的な認識ですねそれを言っているのでしょうで彼はあらゆるものを見通す目を持っているあらゆるものの消滅に達し患いをなくして下脱しておられます の目覚めた人、ブッダ、尊きし、まなこある方は、世に法を解きたも、真理をおときになる。それは、あなたはえ彼のもとに赴いて問いなさい。彼はそなたにそれを説明するでしょう。とでその時、バーバリは、 目覚めた人ブッダという言葉を聞いてもう歓喜しました大喜びしたのです彼の憂いは薄らぎました彼は大いに喜んだのですかのバーバリは心喜び歓喜し感動して熱心にかの女神に問いました世のあるブッダはどの村にまたどの町に あるいはどの地方にいらっしゃるのですかそこへ行って最上の人である仏様悟りを開いた方を我らは礼拝しましょう拝みましょうそうすると女神が答えました「知恵豊かな人聡明な人荷を下ろした人汚れのない人」 頭の落ちることを知っている人牛の王のような人、まあ、いろいろ並べておりますがこのように呼ばれるブッダあの釈迦族の出身の方はコウサラ国の都であるサーバッティに増します北の方の大国で強力 な国でありましたコーサラ国の都であるサーバティにいらっしゃいますそこで、まあ、バーバリは非常に喜んだわけですねでそのバーバリの語るところを聞いてで彼の弟子である16人のバラモンがシャクソンにお目にかかりたいという。 そういうい気持ちを起こしたのです。その16人の名前まあ原点に出ておりますがアジタとティッサメッテイヤとプンナカとメッタグーとドータカとウパシーバとナンダとヘイマカとトーデイヤとカッパとそれからジャトカンニンとファドラーブだとウダヤと オーサーラとモーガラージャとピンギアと、まあ、16人の名前が出ておりますがこの16というのはですね、えー、インドでは特に重んぜられる数なのです、まあ、インドの暦はあの大陰歴でありましたが新月から満月まで 数えますとちょうど16やあるわけですね。その他4の4倍が16になりましょう。で、えー、16で完全全くことを示すとそう思われておりました。だからこの16人の名を挙げていたんだと思います。で彼らは全て 仲間を率いて修行をしておりましたし瞑想も楽しんでいた人でありますが彼らは紙を言うてカモシカワの皮をまとっていた人々でありましたこれは当時の修行者の生活、えー、服装ですねで彼らは皆バーバリに礼をして そして彼に向かって右回りの礼をして北方に向かって出発しました右回りというのは自分の右の肩を相手の人の方に向けて相手の人の周りを巡ることですつまり時計の針の進む方向に動くことですねでこれはインドで守られていた敬礼の一つです 今日でも日本の仏教では儀式の際に仏様の周りで右回りの礼を行っております。それは右回りをすることは当時バラモンたちの間で行われていてそれを仏教が取り入れたものであるということが分かるのであります。で彼らは、 北の方に向かって出発しましたがいろいろな都をへめぐりましてで最高の都サーバッティに行きましたさらにですね彼らはまたパーバーとかベーサーリーとかですねあるいはマガダの都王大社城へと。 ぐぐるぐるへめっっていったのですでベーサーリーを通ったということが出ておりますがベーサーリーというのはあ当時栄えた商業都市でありまして商業交通の中心地でありましたそこは共和制が守られていました王国ではなかったのですね 今日でもベーサーリの後へ行きますとインド最古の共和国の都の跡とそういう立て札が立っておりますでそこに住んでいる人は非常に、まあ、自由な施策を重んじておりましたそういうところをぐるぐるへめぐりましてですねそしてついに釈尊に お目ににかかりに行ったのでありますで16人のバラモン学生が釈尊にいろいろなことを尋ねたその司祭がこの悲願に至る章の中に詳しく出ておりましてなかなか面白いのですがねこれを全部ご紹介することはできませんので。 その一部分をお伝えすることにいたしましょう学生の一人アジタさんが尋ねました「世間は何によって覆われているのですか世間は何によって輝かないのですか世間を汚すものは何ですか世間の大きな恐怖は何ですかそれを解いてください」とシャクソンが答えました アジだよ。世間は無明によって覆われている。無明というのは無知と言ってもいいですがその根本的な迷いで真理を知らないことですね。それによって覆われている。世間はむさぼりと怠惰の故に輝かない、まあ。むさぼりというのは物惜しみと。 いう解釈もございます。抑止が欲の心が世間の汚れである。から苦悩が世間の大きな恐怖であると私は説くと。とあしたが問いました。煩悩の流れはあらゆるところに向かって流れます。その流れを せき止めるものは何ですか。その流れを防ぎ守るものは何ですかその流れは何によって塞がれるのでしょうかそれを解いてくださいと釈尊は答えました「あじたよ世の中におけるあらゆる煩悩の流れをせき止めるものは気をつけることである煩悩に押し流されないように気をつけたならば その流れをせき止めることになる気をつけることが煩悩の流れを防ぎ守るものであるその流れは知恵によって塞がれるであろうまた安治田さんが言いました「我が友よ」とお釈迦様に向かって「我が友よ」と言ってるからまだその 崇拝してるわけじゃなくてまあ友達扱いしてるんですね、まあ、我々の存在はこの名称と形態よりなっているそれはいかなる場合に消え失せるのですかシャク釈尊が答えましたあじたよ識別作用が止まり滅びることによってまた名称と形態とが残りなく滅びた場合に この名称と形態とが滅びる。つまりえこの我々の身体精神というものも消えてしまう。アジタがまた尋ねました。この世には真理を極め諦めた人々もあり学びつつある人々もあり凡夫もおります。お尋ねしますが賢者はどうか彼らの振る舞いを語ってください。我が友よ。 そうするとシャクソンが答えました。修行者はもろもろの欲望にふけってはならない。心が混濁していてはならない。濁っていてはならない。一切の事物の真相に熟達しよく気をつけて遍歴せよ。事物の真相に熟達するっていうのはこれは何も自然科学的な意味で、えー、物事を知るというのじゃなくて。 人間にとってもろもろの事柄がいかなる意味を持っているかその真相を知るという意味でありますまたうんピンギアさんという学生が訪ねました、まあ、学生ってもう老齢の修行者ですが「私は年を取ったし力もなく要望も衰えています」。 目もはっきりしませんし、耳もよく聞こえません。私が迷ったままで途中で死ぬことのないようにしてください。どうしたらこの世において、生と老衰とを捨て去ることができるのでしょうか。この断りを解いてください。それを私は知りたいのです。いくら文明が進みましてもですね、この人間が追いゆくという、 運命そのの悩みから脱すすることはでできないのですだから当時の人としてピンギアもそういう悩みを持ってシャクソンに尋ねたのです。とシャクソンは答えました「ピンギアよ物質的な形態があるがゆえに人々が損なわれる」というのが見られる。 物質的な形態があるがゆえにこの身体があるから怠る人々は病などに悩まされるそれゆえにそなたは怠ることなく物質的形態を捨てて再びこの迷いの生存に戻らないようにせよと,とピンギアが、うん、申しました。 もうどちらの方に向いてみてもですねもうあなた様に見られず聞かれず考えられずまた知られないものは何もありません全てご存知ですだからどうか理法を解いてくださいそれを私は知りたいのですこの世において生と生まれることと老衰と捨て去ること シャクソンが答えられました「ビンギアよ人々は猛襲に陥って苦悩を生じ老いに襲われているその姿をそなたは見ているのだからだからそなたは怠ることなく励み猛襲を捨てて再び迷いの生存に戻らないようにせよ」と。 そう教えられたのでありま,すまあこういう具合に道を求めていた修行者たちは釈尊にいろいろ自分の疑問をぶっつけて教えを受けてはっと気づいて悟るところがありで バーバリのもとに帰って復命しましたあ,あ私たちはこの悲願に至る道を読み唱えることにいたしましょう無垢で英知豊かな方ブッダは自ら感じた通り見た通りに説かれました無欲で煩悩の草むらのない立派な方は どうして虚も偽りを語られるでしょうか赤と迷いを捨て去って高慢と隠し立て等を捨てているブッダの,そ,のそれをどのように算段したらいいか私はただ褒めたたえることにしましょう。 ブッダは暗黒を張ろう目覚めた人あまねく見る人世間の究極に達した人一切の迷いの生存を超えた人汚れのない人一切の苦しみを捨てた人でありますその方に私は近くはべることができたのです。 例えば鳥がまばらな林を捨てて果実豊かな林に住み着くようにそのように私もまた見ることの少ない人々を捨てて白鳥のように大海に到達しました。広々とした気持ちになったというんですね。シャクスンよりも以前の人が 以前にはこうだった未来にはこうなるであろうと言って私に解き明かしたことは全て伝え聞きにすぎませんそれは全て施策の奮起を増すのみ釈尊は一人で煩悩の暗黒を払って座し好奇で好みを放っておられます知恵豊かな方です 即時に効果の見られる時を要しない法すなわち煩悩のない境地、猛衆の消滅を釈尊は私に説いてくださいました。釈尊に非すべき人はどこにもおられません。 私は聖者のお言葉を聞いてますます心が済むようになりました悟った方は煩悩の覆いを開き心のすさみなく明察明らかに察する働きのあられる方です一切の事柄を知っておられます死は疑いを 抱き、また言葉を立てる人々の質問を解決されます。どこにも立とうべきものなく奪い去られず、動揺することのない境地に、私は確かに赴くことでしょう。このことについて、私には疑惑がありません。私の心がこのように確信して了解していることをお認めください。 こういうい言葉で悲願に至る道の章が終わっております。このようにスタニパータにはいろいろの教えが説かれているのですがその最後にはこう書かれております「八回にわたって唱える分量ある晴天のスッタニパータ終わる」と。 このスッタニパータに説かれていることは非常にすっきりとした簡潔なして要点をピシッと押さえているそういう言葉でございまして現在生きている我々にとっても大変教えるところの多いものがあります今の人々は 何かしら精神的なよりどころを求めたいと思って西洋のいろいろな思想に近づきよりすがるのでありますが西洋の哲学書というようなものは元の言葉で説かれている場合にはそれほど難しくなくても。 これが専門学者の特殊な翻訳ということになりますと甚だ分かりにくい近づきにくい原点に忠実にということでかえって根本の趣旨を逸しているんではないかしらと思われることさえもあります。 もっと解いた人はそんなに難しいことを言っていたわけではないのでしょうのに。翻訳になると難しい。まあ私ども考えてみますとですね、専門の学者が訳したものは、わざわざ難しくして分かりにくくしているのではないかと、そう思われる天才もあります。これは私一人がそのような印象を受けるのではございませんで、専門の 哲学者思想家の方々とも私はいろいろ話をしたことがございますがいやこの頃の翻訳はわざわざ難しくしてるんで困るねっていうことをよくおっしゃられる方がおりましたそれに比べますとですねこのスッタニパータの教えというものはなんとすっきりした 明るい清らかな教えではないでしょうか我々が混迷して、まあ、精神的にも右往左往しているわけですその中でスパッと寄るべき道をはっきりと示してくれる実にありがたい 頼りになる言葉だと思いますで仏教の経典は難しいということがよく言われるんですがねこれは今から千数百年も前にお隣の中国の言葉に訳される時まあうーんその当時の言葉や文字を使って訳されたものです。 けれどその時代から千何百年も経ちますとですねもう今の中国人でも読めなくなっておりますだからそれをまたうん語書を大事に、えー、受け取って難しい仲介を加えるというのでは説いった釈尊の根本の趣旨が生きてこないことになります。 そうではなくて、釈尊という方は当時の人々に分かせるためにサンスクリットに寄らないでわざわざ民衆の言葉を用いて分かりやすく人々が納得のいくように教えを説いたのであります。それを現代の言葉に訳して我々が、えー、未読することになりますと。 げん九九が我々の心に響いてくるのでございます。あここにこそ我々の夜るがあるとそう考えられるのでございます。ですから多少心の向かれる方はどうかこれをご一緒に読んでご覧になりませんか。そこには必ずや皆様の胸に響くものがあると思います。